桜学院初めての挑戦となる今回の舞台、修桜学園合唱部。稽古は台本読み、セリフ覚え、台本読み込みの順で行われ、この日はセリフに動きを乗せる段階。慣れないことの連続で脚本、演出の亀田さんにたくさんのダメ出しをもらっていました。さっきからここで空調が鳴ってたの分かるかな、はい、その音には声かと、はい、ね、空調よりちっちゃい声が多々あって空調には勝とうぜ。はい、はい、みんな、まず最初の目標、空調よりはでかい声を出す、必ず。はい、はい、セリフの多さじゃねえんだって、芝居のその役の大きさって違うからな。だからなんか なんとなくで出さないで、ちゃんとその会話の成り立ちでここで絶対こいつが喋んなきゃいけない理由があるから、うん、もうちょっと流れでちゃんと読んで覚えてほしいな。はい、はい、亀田さんから常々言われていたこと、それはセリフをしっかり相手に届けるということ。役の心情を理解して気持ちを言葉に乗せてぶつける、そこで生まれたコミュニケーションが物語を動かす推進力になるのだと教わりました。豊臣秀吉よ。今回の稽古では毎回吉田画伯に絵のお題が出されていました。そうそうそう、豊臣秀吉って多分こんな人だろうと思って書いてます、はい、豊臣秀吉、これ完全に豊臣秀吉バカにしてるからね。なんかひなさんちゃんが猿っていう、しかもめっちゃちゃんとなんかなんでちょっと無造作ヘアみたいな感じで、無造作ヘア、やばいやばいやばい、耳でかっ猿じゃん、猿、本当に猿だ、おのしり歴史上せめてあのちょんまげをつけるという発想はなかった。あちょんまげ、ベビーがどんな時も大切なもの、それが友達だって。カメラがあると何かしら映るっていうのがね。そうそうそう、言われたんですよ、ありがとうございます。何かしら映っとかないと、ちょっと流れる、素材何かしら映っとかないけど、中3だから中3じゃないですよ、ちょっと HB が真ん中に何でもして委員長だよ、何でもして委員長。今回の舞台は合唱部のお話です。当然、合唱の場面は物語の核となるとてもとても重要なシーン。ピアノの伴奏はソヨが担当しました。とてもプレッシャーがかかる大切な役目です。3日でよく頑張ったね、ここすごいじゃん。頑張ってるよ。今回、普段の桜学院と違ったのは、マリナちゃんとひなたちゃん、2人の卒業生がいたこと。先輩たちからは貴重なアドバイスをたくさんもらいました。なんか結構違うとこ見たり
でもメンバーをさ見ながら、直接ずっと見ながらはちょっと気持ちいいけど、やっぱ目配せする意識はとかがいいと思う。はい、そういうふうに歌ってる。美しいハーモニーを奏でるには全員が気持ちを一つにすることが最も重要です。そしてそれは私たちの絆を表現すること、受け継がれる桜学院の絆。先輩たちから改めて大切なことを気づかされました。今回メグのダブルキャストとして黒崎奈々子ちゃんが参加してくれました。とても真面目な子なのですが、なかなかの天然でいつもみんなを和ませてくれました。昔の葵ちゃんに戻ってほしい、でもどうしていいか分かんないのっていうことがここにあってください。悩んでてください。はい、どうしていいか分かんない、だってちゃんと向き合ってもくれないんだよ、あの今の葵は。ぶっちゃけね、今回の、台本の中で一番愛子が、本来のキャラクターと遠いかもしれない。キリンが嘘でしょ、日本だよここ。電波で。これってコスモス学園。はい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 。本当冒頭で出てきて吐けるだけっていうのね、命かけて。はい。君らのせいで簡単に冒頭の空気がぶっ壊れちゃうから。はい。なんか。たかだかそれだけのことって思うかもしれないけど、ものすごい重要なんです。葵ちゃんがいじめてたわけじゃないんでしょ。あの子が辞めたのは葵ちゃんのせいじゃない。責任感じることないよ。それなのにどうして葵ちゃんのせい。うるさい。分かってるよそんなこと。はいはいはい。アメフト部みたいになんか、なんかタックルは腰からみたいなことになって、なんかしかもロボだから関節がないから、葵ちゃんどうした、葵ちゃんだやばいやばい何しに行くんだお前。思いは強くして、思いは強くしてほしいんだけど、そんな簡単にこのなんだろうな、テリトリーに侵入しない、こんだけバリアを張ってる人のこの距離に行くって、この距離感が最終的に友達になった日でこういうことになるわけじゃない。はい、だからここに簡単に侵入しないでほしい。規則って文句があるなら、まずは基本的な規則を守ってからにしてください。はいはいはい、ただ、はい、もう一回思い出して、この人の言ったことに対してイラッとしたり何かがないと、この人の一挙手一投足からいろんな怒りがはい。セリフや動きには一つ一つ理由や意味があって、それを表現しなければならない。亀田さんは強い口調の中にも情熱と優しさを込めて指導してくださいました。歌詞や振り付けに込められた意味を大事にしてきた桜学院だからこそ、大切にしなければならないことだと教わった気がします。なんかもう一個ちゃんと、ほらさっき言ったショートカットのいるでしょ、あのブスあいつよあいつ、この私に何かやるとすぐ罰則を設けてくるあのブスポキポキしてるし指を可愛いぞ、あ、向いた
じゃあそうしたら。この日は本番と同じ衣装を着て通し稽古を行いました。これまでの練習の成果を発揮すべく、みんな修養学園の生徒になりきっています。合唱部部長のゆりさわです。あ、コスモスと書いてゆり、コスモスと書いて修養と言います。そういうのいいから曲紹介して。どうでした？みんな的には。で、自分がやりたかったことができなくて、ちょっと悔しかった。ごめんなさい。多分ね、まだね、頭の中で考えてるのがあって、多分そこなんだよね。で、だから噛んだっていうのが単純に見れなかった、役じゃないとか言っちゃったから出たかったし、だからそれはそれもう一回台本をちゃんと整理してくれるのが原因だから。はい。稽古場での練習が最後となるこの日、連日の稽古にもかかわらず、みんな気合が入っていました。でみんな近くない、うん、楽しいから喋れるから大丈夫、喋れるから大丈夫、生きて生きてる時点で大丈夫、生きてる生きてる、やりすぎて死ぬことはない、そうだよ、死なない。初めての挑戦に焦りや戸惑いを感じることもあった稽古期間だけど、この日は不思議とみんなの表情は明るかったような気がします。本番を迎える緊張感はもちろんありましたが、お芝居の楽しさを知ってワクワクする気持ちの方が強くなっていったのかもしれません。練習後のミーティングでまた奈々子ちゃんの天然が炸裂です。で、奈々子、はい、ほらさっき言ったショートカットのってなんかすごい暗くなるんだけど、さっき言ったショートカットブスッこれ絶対小声でブスッ、いや、ブズで今やろお前、なん、なにちょっとタンジャパン先輩ディスるんじゃなって、いや、これ例え、例えだよ、例え、ブズじゃないでしょ、真面目すぎる、真面目すぎる、違う違う、イメージで、だからそうやってさ、悪口言う時あるでしょ。最後の最後にも、また和ませてくれました。でもなんか終わっちゃったのがすごい寂しいです。2週間、意外と長いようで短かったなって感じじゃない、ね、もう稽古が稽古が楽しすぎてずっと本当に稽古やってたよ、マジで。本当にだけどそれじゃ意味ないじゃん。来年もやりたいな。なんかまだやってないから来年もゆりさんやるからよろしく。なん私、来年ゆりさんだった。あ、次来年さ、おいしそうやるから。じゃあ、桜で行こうかな。私、部員1で行こうかな。この人には葵みたいな。よし、ここで帰ろう。コスモス、一曲聴かせてください。はい、なーはやらなくていいから、なー、そう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 。
はい、ちょっと長い。歌って、それもうちょっと多分長い、そのおーに合わせる。みんなそうそうそう、うん、いいと思います。で、ゆっくり降りてください。今までで一番良くなりました。もっとソプラノ着ていいよ。はい。アルトはね、地声になってるから、負けてるから。はい、はい、はい。はい、では、皆さんよろしければ今日はこれで撮ろうと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。いいせーの。起床は朝食、時間厳守、学校帰りは当然門限あります。ないない、門限は午後5時、厳守です。チーズ。みんな緊張してると思うし、私も今すごい緊張してるけど、でも、僕は楽しみましょう。はい。私からも言いたいです。どうぞ。厳しいこともすごいたくさん言ってて、何言ってんだよこの卒業生とか思ったかもしれないけど、でも思いを届けるっていうのをちゃんと意識してやれば絶対みんななら大丈夫だと思うから、集中切らさないで頑張ろうね。はいはい、はい、じゃあカラちゃんお願いします。はい、せーの、サオクオラオカラちゃんオーこらーこらー会場よろしくお願いします。あ、やっちゃった。ええー、みんな大丈夫だよ。みんな大丈夫だよ。え、マットだから大丈夫です。あ、さ、ガムテープだ、これ、ごめん、申し訳ございません。夏の草原に銀河は高く歌う、胸に手を当てて風を感じる。できることだと思うから、はい、最後まで集中切らさずに頑張ろう。はい、はい、前、横先生に見てもらった時にさ、最後にやったのが一番良かったって言われたじゃん。だから、今のその良かったやつよりももっといいやつを一発で出せたらいいなと思うから、きっと一人一人順に感じればそれできると思うから、はい、頑張りましょう。はい、はい、ついに初日を迎えた我が周桜学園合唱部。緊張感と高揚感が入り混じって、楽屋にはいつもと違う不思議な雰囲気が漂っていました。直前まで台本に目を通す子、ずっとダンスを確認する子、無邪気にはしゃぐ子、本番に向けての過ごし方は本当にそれぞれ。でも私たちの思いはたった一つ、これまで積み重ねてきたものを全部出し切って最高の舞台を作り上げたい。一人一人の個性を持ち寄ってみんなで一つにまとまる時です。さあ、舞台初日が幕を開けます。はい、みんなお疲れ様でした。お疲れ様でした。初日としては、いや、硬かったよ。硬かったし、うわ緊張してるぜと思って、うん、でも大丈夫、客席の父兄の皆さんもすんげー緊張してた。なんで面白いって思っても実際に声出して笑うってすんげーハードル高いんです。いや、本当に難しいんだそこって。せーの、イエーイ。じゃあ皆さん、初日おめでとうございます。乾杯。いないのとで、なんかすごい緊張したし、でもやっぱり本番できないこともちょっとやっぱり悔しいところもあったけど、本番だからこそなんかみんなの熱量とかも今まで以上に伝わってきて、すごいまた次の日がすごい楽しみだし、やっぱり千秋楽までどこまで自分
分をスキルアップできるかっていうのをすごいチャレンジしていきたいなって思います。いいこと言ったの。いやあでも楽しかったな。なんでお前泣きそうなんだよ。わかんないです。なんか嬉しくて嬉しくて、ね、じゃあ千秋楽まで。その涙ちょっとちょうだい。お芝居の時に。いやまだまだまだこれから頑張ります。毎回終演後に私たちはミーティングを重ねました。修桜学園合唱部としてさらに完成度を高めるには、そして桜学院としてさらに絆を深めるには、私たちはどうあるべきでしょうか。いつも正解にはなかなかたどり着きません。それでも一歩ずつ一歩ずつ成長し続ける桜学院でありたいのです。思うことはやっぱり桜学院の風景さんの拍手ってどの現場に行ってもらう拍手よりもすごく温かくて、そのこの赤坂レッドシアターで日向って呼んでくださる方の声とかもすごいいつもよりも公開授業みたいにすごい近い距離で届いたので、桜学院を卒業して2年半経っていたので、そこでなんかちょっと忘れてた部分とかもあって、改めてここの桜学院の子たちと一緒に高校3年生になった自分が立つと、なんかあー自分こういう時そういえばこういうことしてたなとか、いろいろ思い出すこともたくさんあって、いろんな意味で初心に帰れたなって思うので、またゼロからスタートしてもっともっと
私自身も前に進めていけたらなと思います。上杉桃花っていう役はその明るくてなんかサンバカトリオみたいな感じでいるんですけど、私はあのみんなからなんて言うんだろう、なんか静かでおとなしいって言われて、ネガティブとも言われて、なんか自分でできるかなって思ったんですけど、その監督とかみんながテンションを上げてくれて、私も明るくやったと思います。先輩たちとかあの中等部の子とかのその支えがあったから、こうやってあのちゃんとできたんだなって思います。桜学院っていうのは楽しいんだなって思いました。拍手で私たちを包んでくれた府警の皆さん、本当にありがとうございました。スタンディングオベーションの府警さんまでいらして、涙が出るほど感激したのを覚えています。悔し涙が嬉し涙に変わったこの瞬間を私は忘れないと思います。こうして桜学院初めての舞台は幕を閉じました。今回の私たちの挑戦が桜学院の未来に大きな花を咲かせる力強い種になったと私は信じたいと思います。桜井飛鳥役を演じさせていただきました。2013年度卒業生生徒会長の堀内まりなです。中3のさらとみりなちゃんのなんて言うんだろう、まあ、チームワークっていうか、私たちが13の時は結構話し合いとかもたくさんして、それで桜学院が良くなったっていうか、団結できたなって思ってたので、そこをやっぱり2人にも分かってほしいっていう思いが強くなっていて、稽古をやってる時から、まあ話し合いっていうか、桜学院では必ず、まあ、全員で意見を交換し合うっていうことをね、必ずやってるんですけど、まあ、それを私たちからちょっと今どうかなって声かけていってあげたりとかしていく中で、やっぱりサラとミルナちゃんの関係はすごい変わっていったなって感じていて、なんか稽古の初日の時と比べて本番を比べたらやっぱり全然変わってるし、本番がねやっぱりケイさんに見ていただいてよかったなって、すごい、まあ、親心っていうかちょっとそういう気持ちもありました。私は本庄カレーはすごいおとなしい役で、私も初めて会った人とかにはすごいおとなしくてぴったりな役だなって思ったんですけど、カレンちゃんっていう役をいろいろ知っていく、あの考えていくたびすごい楽しくなって、すごいお芝居が大好きになりました。ありがとうございました。私の役は何だろう、元気な感じでいつもお菓子を持ってる役で、なんか私にぴったりだなって思いました。ちゃんとできるかなって心配だったんですけど、いろんな人に支えてもらって悔いのない演技ができたので良かったなと思います。これからもお芝居に積極的に取り組みたいと思いました。千秋楽までになんかいろいろ辛い経験とかもあったけど、最後に皆さん、府県の皆さんが拍手を続けてくださって、すごいいい思い出のメッセージになりました。ありがとうございました。転入生でやっぱりお芝居をするっていうことがあんまり頭になくて、それでお芝居をできるって聞いた時はものすごく嬉しくて、また機会があればみんなで一つになって頑張りたいと思います。いい経験になりました。悔しくて泣いちゃった時とか、でもやっぱり楽しくて笑った時とか、すごいいい思い出がたくさんできて、本当にこういう機会をもらえてとっても良かったなって思いました。初めて自分が立つ舞台でもらった役がこんなに面白い美味しい役をもらったって思うと、すごく嬉しくて、なんかすごく想像力が
もうバン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 出てきちゃって、舞台で演じるって楽しさを改めて知ることができたのですごく楽しかったです。お芝居ってこんなに大変だけどこんなに楽しいんだっていうのが今回分かれたのですごい良かったなって思うし、その課外活動として一人でなんかお芝居をするお仕事ももらえたらいいななんてちょっと思っちゃったりもしちゃったりしちゃったりしちゃったんですけど舞台を通してすごい合唱部じゃないですか、だから本当に私合唱が大好きになったので、そうなんかまたやれる機会があったらやってみたいなって思います。毎回毎回の公演が緊張したんですけど、なんか本番前みんなで集まって円陣組んだりとか、あと背中押し合ってなんか行くぞとか頑張るぞとかそういう気持ちがあったり、あとあのみんな来てくださった皆さんが本当に温かい目で見守ってくださったおかげだと思います。私は本当に去年からこの桜学院でお芝居をやりたいってもう本当に職員室の人たちにずっと言ってきて、で本当にやっと本当にこの今年にこの潮学院合唱部という舞台ができて本当に私の夢が一つ叶ったと言ってもいいことなんですけど、何回も壁にぶち当たって、あもうなんで私ってこうなんだろうなって思うことが何回も何回もあったんですけど、この舞台を通して本当に私は一人じゃないんだなって言って、もう本当にあったかいスタッフさんとメンバーに囲まれて、とても私はこの潮学院にのメンバーに入れて本当にすごい幸せでした。本当にありがとうございました。最初はどうやって表現すればいいのか分かんなくて、ただこう言葉をセリフを言うだけになっちゃってすごい迷ったりもしたんですけど、やっぱりミレナが言ったように他のメンバーがいたからこそこうしてあのステージに立つことができたし、スタッフさんとか亀田さんからなんかやっぱり怒っていただくこともあったし褒めていただくこともあって、もっともっとお芝居をしていたいっていう気持ちになれるこの潮学園合唱部でした。一つすごい言いたいことがあって、やっぱり私はお芝居が大好きですっていうのを言いたかったです私もですけど